ヤクミツルの秘宝館へようこそ。さまざまなジャンルにわたる私のお宝の数々を披露させていただいております。何回か前にですね、私トイレットペーパーコレクションのアの巻を紹介させていただきました。やはり食いつかれる方は相当少ないと見えたんですが、結果最後まで見てしまったという方が結構いらしたようで、まんまとハマりおったなと思ってるわけですが、まあ、せっかくアを紹介したわけですから、以降も紹介してまいりたいと思っております。こちらにアはありません。イからワまで書いた三角口が入っております。あ、手作りで作られたの？作りました。次の巻、まあね、アで次すぐイというのも何でございますから、面白くないのでね、何が出るかなって。よし、これだ。これでイだったら笑うんだけど。ま、ま、ちょっと待ちください。今魔の引き出しを持ってまいります。まったまあいろいろございます。まだ前回同様、地味なところから、地味なところからですね。魔とくれば真っ先に思い出す言葉はやっぱりマミロンじゃないでしょうか。マミロンね。こちらの方が古いかもしれませんね。ま、地味なやつからです。ちなみに皆さん、その魔のつく言葉いろいろ考えてみていってください。必ずあると思います。魔といえばやっぱり、マイコレット。ほぼ意味が分かりません。当たったって言う人いたら大したもんですね。地味なところからね、お見せしておりますけど、マミートレッパー、母の便所紙。マミートレッパー。残マイルド、マイルド、マイルド200。あ、長い太巻きですね、はい、マイルド、マイルド、まあ多分お尻に優しいタイプなんだろうなと、はい、うん、まあ地味ですね。マイロール、業務用。マイなんとかとかね、つくのは当然多いですね、魔の巻ですとね。先ほどマイルド200というのがありましたが、マイルドの100バージョンですね。マイルド100。地味なところからお味噌しておりますよ。そうだな。あ、これはマミートレッパーの古いバージョンですね。これはマミートレッパー。これ多分新しい方のマミートレッパーだと思いますけどね。今同行の師匠ですね、マミートレッパーの古いやつ持ってんのかよ。持ってるかもしれないけどね。これはもう今たぶんなんじゃないかな。平成の始まるタレントさんで言いましたね。マリアン。マリアン。マリアン。地味だな。マイキャッスル。私の。まあ、トイレっていうのはやっぱ個々人にとって自分のお城であるケースが多いというふうな気がしますね。マック。ハンバーガーで有名ですね。そのマックではないと思いますが、マック。ジャイアンツにもいましたけどね、マックというのはね。まだまだ。マイホープ。まあ、ここら辺になってくると、まあ C ランクぐらいかな。なんとなく分かりますでしょ、はい、あ、ちょっと味が出てきたなと。はい、うん、もう C ランかな。
マイトップ。ネーミングはさして面白くないんですけども、全体の雰囲気はいい感じになってきてます。うん、あ、先ほどご紹介したマック。色違い。このね、こういうことをやられるんでね。こちらの赤版は55メートル。青版が65メートルの長さが異なってますね。こういうのも別紙として私カウントして集めております。これも今多分同行の紙はざわついてると思いますね。二つあんのかよマック。二つあんのかよということになりますと、こちらの丸帳というのはこれ非常に生産数が多分多いんだと思います。かなりな数がですね、採集されているんですが、若干このカメラでお分かりになりますね、色が違うんでございますね、はい、こちらは青版、はい、こちらは藍色版、はい、こういうね微妙な差異たまたま印刷のミスとかじゃない、違います、明らかに違う、あの他のラベルの仕様とかもですね、はい、違うとおりまして、はい、こちらとこちらでは種類が違う、図柄としてはいいですよね、かっこいいですね、大きな富士山をバックに丸帳という、はい、日差し、日差しということは、まあ、便意だと思いますよね便意がこうグググググググッとこう便意のマグマが上がってきているという、うん、私は解釈しております。 C ランクから B ランクぐらいまで上がってきますと、あ、これはまだね、はい、例えばこれ、これはおしゃれなマーガレット、花のやつです、ね、花、まあ、植物は大概のものがあると申しました、はい、マーガレット、ちゃんとマーガレット、はい、これは実は古いバージョンで、はい、新しいバージョンはこのようになってしまって、以前は写実的なマーガレットの絵が描かれていたんですが、最近採集されるものはマーガレットのイラストは姿を消していると、やっぱりこちらの方がいいなってことは多分お分かりいただけるんじゃないかな、うん、さあこれからだんだん味が出てまいります。マスコウ、意味わかりませんけれどもこのマスコウのこのニョロニョロしたロゴの字体は、あのテレビアンテナで有名なマスプロアンテナのロゴに似てますね、はい、おそらくそこら辺意識されているのではないかなと。これがおしゃれな字体ですと面白くもなんともないんですが、この中途半端なレタリングが味ですそして丸八、これは名古屋の製紙会社なんで、名古屋の師匠が確か、丸八だったんですよね。それをちょっと模したような感じになってます。いかにも名古屋丸八なんですが、同じ会社です、同じ会社ですが丸一も作っていますここら辺が分かりませんね、うん、こういった商品展開が実はトイレットペーパーを集めている上で謎になってくるわけですね。真心やっぱり当然真と来て、真と来れば真心ですね、失いたくないですよね、これはね、素晴らしいですね、ほっこりしますよね、トイレにこれがこう並んでたらね、真心、今赤ちゃんパンダがすくすくとね、育っておりますけれども、トイレットペーパーにもちゃんとパンダおります、マスコットす、ね、動物も大概のものがいると思って、いただいて間違いございません。でも歯とかでそのパンダとかで までマスコットでパンダってなかなかあれですね、取り切る何でもありですよね。町、ここら辺になってくると愉快ですねなぜトイレットペーパーに町ってこのつけるかな、デカデカと太民調でね、町、後ろにあれですね、英語でタウンって書いてありますよね呪文にね、おしゃれだと思ってるんでしょうね、町、素晴らしいですね、町、締めはこれですね、マーチなんですが、
日の丸だと思うわけですね、はい、なぜ日の丸かというふうに思うか、実はちゃんと赤バージョンもあるんですねだったらこっちにしとけっていう話ですけれども単色バージョンアリーのマーチ、これは選手村のにはね、オリンピックのこういったものを置いといてくれたらいいんじゃないのかなと思いますけどね、うん、これは元気がよろしいですね、やっぱりね好きな銘柄の一つでございます。まあ本当にまあは中堅どころかなという気がしますねびっくりするほど面白いのがあるわけではないですけれども、まあマーチとかマルチョとかね、マチとか、まあ見るべきものは結構あったかなという気がいたします、はいはい、ボードゲームを買う時の第一の基準といいますかポイントは箱買いなんですね、やっぱりね狼少年剣ゲームアタックナンバーワンゲーム、これも役でございました。引き続き登録の方よろしくお願いいたします、こんなお時間でよろしければお付き合いください。ありがとうございました。